第55回ニエンジアアミートアップ今回は「アンシブル超入門」「来年から始める自動化への第一歩」というテーマでインフラ構築の自動化を実現する代表的な「インフラストラクチャーアズアコード」のツールの一つである「アンシブル」を題材に「自動化がなぜ必要なのか何から始めたらいいのか」といった内容を 優しく解説するという内容でしたというわけで、えー、アンシブル競技も来年から始める自動化への第一歩ということでお話ししていきます。自己紹介はもういいですね。飛ばしましょう。ですね。はい。まあ、ブログとかやってます。勉強会もやってます。ですね。あと、YouTuber になってですね。はい。このチャンネル登録者数25人というか若干寂しいんですけども、YouTube で、えー、プロジェクト お悩み相談みたいなのをやったりしてます。です、ねはい、よろしくお願いします。さて、今日は自動化のお話ということになるんですけども、ですね。うーんと考えて、ですね。まあ、今回のきっかけが自動化ポエムって書いてあ、あの、自動化ってやっぱ始めるまでがね、大変なんですよね。で、慣れるまでやっぱ時間かかるから、そんな苦悩をするよりも慣れている手作業でやってしまおう。 そんな自分の弱い心とお別れだ。そうだ、アンシブルを始めよう。来年から通るということでですね。えー、ぜひ、えー、そんな弱い心とお別れするためのお話をしていこうと思います。まあ、かなり滑りましたね。ダメでしたね。はい。えっ、ー、と、やりたいことはですね、まあ、インストール、設定動作テスト。 でプレイブックと呼ばれる、えー、自動化のための、まあ、スクリプト的なやつですね。まあ、この辺りを作ってみてですね、あのとにかくですね、私もこの インストールから実際に動かすところまでの手順とかがですね、ちょっとよくわからんってことでやってなかったところもあるんですよ。で、今回、まあ、思い返しを上げて、とりあえず動かしてみたっていう程度なんですけども、意外とハマりポイントというかですね、うまくいかないようなところとかもありますんで、そういったところをですね、ぜひ皆さんと共有していきたいなと思います。えー、逆に、ここに書いてあること以上のことはすみませんが、質問されても僕は答えられません。<laughs> このパターンめっちゃ多いんですけどね。 はい。なので、よりその次のステップの実践のところはですね、アンシブルの他の機能どんなのがあるのかなってことで深掘りしたりとか、えー、さっきお話ししたような他のツールなんかですね、まあなんかテラフォームとかが今人気なんですけども、そういったものとかも、えー、ちょっと触ってみてもいいんじゃないのかなというふうに思っております。よろしいでしょうか。さて。 まずですね、動作させる環境の準備なんですけども、今回は私はお手軽にということで、バーチャルボックスを使って仮想マシンを2台ですね。で、ネットワーク的には外に接続できるものと、ホストオンリーネットワークにですね、まあ、DHCP サーバーいるので、IP アドレス勝手に割り振られてですね、でまあ、ホストと接続したり、仮想マシン同士で接続できるようなネットワークを作ったよと。 いいう感じですねはい、あと、OS はですね、ミラクルリナックスの9を今回、えー、導入してみました。まあ、ちょっと,、えー、とワンポイントなんですけど、インストールするときにですね、画面の解像度が800、600で固定されちゃう、えー、で、ボタンが押せないっていうですね、問題があるんですけども、仮想マシンの EFI 設定ってこれ、チェック外れてるんですけどですね、このチェック入れてあげると、えー、画面が広くなってですね、 インストールできるよという豆知識でした。はい。で、えーと、この2台をコントロールするノードとターゲットノードっていう2つに分けます。コントロールノードの方がアンシブルですねで。ターゲットノードを Web サーバーに設定するっていう想定で進めていきます。はい。で、それぞれのノードなんですけどもですね、どうやって設定するかっていうと、まあ、コントロールノードをいろいろ操作するので、ワークステーションでインストールしました。 で再起動すると初期セットアップのプロセスを走りますんで、ユーザーの作成ってことで、まあ、私のアカウント t e a r っていうのを作っていると思ってくださいで。ターゲットノードはサーバーなので、最小構成でインストールします。そうすると初期設定のプロセスは走らないので、ユーザーはルートだけの状態になっていると思ってください。なので、まず先にですね、 ターゲットマシンの方の設定していきます。はい。さっき言った通り、OS インストールは最小構成で一般ユーザーがいませんということでですね。はい。で、最小構成なんですけども、えー、Python 使うので Python のインストールしておきます。はい。えー、バージョン3.9入れるということで DNF インストール Python39Y で入れてください。あと、ユーザーの作成なんですけども、 はい。えー、宮原というですね、t 宮ー r って作るんですけども、えとセノスドワーズですね、visb コマンドを実行して編集するんですけど、デフォルトだと、ホイールオールオールオールの方ですね、これパスワードを要求する方です。これはコメントアウトしていただいて、えー、コメントアウトされている方を外してですね、はい。 ホイールグループに所属しているユーザーは、パスワードなしで実行できるよ、スルー実行できるよっていうふうに設定しておきます。はい、なので、作ったユーザーも、サブグループですね、ホイールに所属するように、大文字 G オプションをつけておきますよと。でこのあとですね、公開鍵認証できるように設定するんですけど、一時的にパスワード認証必要なので、パスワードも設定しておくという感じですね。 そして、えー、コントロールノードからですね、えー、SSH でターゲットノードに接続できるようにします。で、これ全部コントロールノードでの作業なんですけどですね、SSH の公開鍵、秘密鍵を SSH キージェンコマンドで作ります。はい、えー。作ったものをですね、ターゲットノードにいる、さっき作ったユーザー TMIR のところにですね、コピーします。SSH コピー ID コマンドを使います。はい。 で、接続テストということで、SSH で接続してみてください。この時にパスフレーズがちゃんと聞かれるようになっていればですね、あ、ちょっとこれ細かいところなんですけどもですね、SSH 経験って作るときにパスフレーズ設定しないっていう手もあります。あの、いちいちアンシブルでなんか実行するときにですね、接続してパスフレーズ聞かれるのが嫌なときは、えー、ここでパスフレーズを設定しないっていう感じですね。 パスフレーズ聞いてこられたときは、もちろんパスフレーズ入れるということで、このあたりはセキュリティのポリシーで設定してください。はい。あと、あ、これだけコントロールノードじゃないですね。サーバーノードですけども、SSH サーバーですね、SSHD の設定を変更する必要があります。これは、あの、後で少し、えー、追加で、えー、話したいと思います。はい。さて、コントロールノードにアンシブルのインストールをしていくわけなんですけども、ですね。 入れ方2つありますで、世の中のあのアンシブルの始め方的な、えー、なんか記事とか見るとで、大体ですね、あのパッケージでインストールしましょうとですね。しかもこの B の方の EPEL のリポジトリ使えるようにして、えー、アンシブルっていうパッケージ入れましょうっていうふうに書かれてる。なんですが、これ、あのー、最近のやつでやるとですね、Python の関係でインストールし しちゃうんですよね結構ここはまりポイントでどうやったらいいのかなっていろいろ調べたんですけど私 Python のその環境構築とか全然わかんなくてですね、まあ、調べに調べたらどうもここは放置されてるらしいんですねなので、えー、このパターンは、えー、書かれていてもうまくいかないっぽいということになります。 もう一つが、このアップストリームっていうですね、リポジトリ。例えば、ミラクルリナックスだと、このアップストリームっていうですね、追加のいろんなものが入れられるやつが、リポジトリがあるんですけども、アンシブルコアっていうパッケージを入れるっていうふうにやると入ります。なんですけども、これらのやり方は、追加のモジュールがあんまり入らないんですね。だから 動くし、えー、コアなので、まあ、その範囲で動く分には構わないんですけども、えー、あれからやろうとすると、この追加のモジュールがやっぱ欲しくなってくるかもしれないので、最終的にパッケージでのインストールっていうのはちょっとお勧すすめしづらいなっていうことになりました。それに比べると、まあ、アンシブル Python で書かれているので、PIP でインストールできるよと、Python の、えー、パッケージ管理ツールですね。はい。 でえー、とモジュールも、えー、1000を超える数のですね、たくさんインストールされます。ただ、これでインストールするとですね、設定ファイルなどは配置されないので、えー、自分で一から作ってあげる必要があると。ただあの、やった限りそんなに難しくないので、まあ、PIP でインストールしてもいいんじゃないのかな。はい、強いて言えば、OS の方が、えー、DNF というか、YAM というか、RPM ですね、そこれ以外に、えー、PIP が入ってきてですね、ちょっと まあ依存関係というかパッケージ管理のところが二重になっちゃうところが若干嫌な感じもしなくもないんですけどもそこはまあうまくやってくださいということになります。PIP のインストールなんですけどもデフォルトでは PIP コマンド入っていません。ピップって実行してみると入ってないからインストールしますかって聞いてきてくれるすごいですね、今は。で、インストールするっていうふうにするかはい、こんな感じでですね dnf install で、pip は Python2 と3で分かれているみたいなので、Python3 系ですということで、Python3pip っていうパッケージを入れてください。はい、そして、アンシブルのインストールは pip インストール。えー、このユーザー用だ,だけ用にアンシブルを入れるっていうですねで、えっと。自分だけに入れるって形をとっているので、 スズをつけてルートにならないようにしてください。ス、え、ズ、ー、間違えてつけちゃうと警告が出ますですね。はい、ここだけちょっとポイントですね、はいで。設定ファイルが入らないって話しましたけども、はい、デフォルトでは、このエトセのアンシビルのアンシビルトコンフィグですね、えー、入れます。で、普通に動かす限りは、実はこれ、あの何の設定もされてなくても一応動きます。 だから、作らなくてもいいんですけども、一つだけですね、いちいちいちですね、ターゲットの Python のバージョンチェックをしてですね、なんか警告出るんですよ。なんかちゃんと Python のバージョンの固定をしなさい的な感じの。で、これちょっとうざったいんで、はい、えー、インタープリタ Python っていうですね、設定を、えー、このデフォルツっていうところに書くんですね。で、オートがデフォルトなんですけども、 オートサイレントっていうふうに書いておくと警告出なくなってですね、あの安らかに実行できますんで、はいまあ、このあたり設定するっていうことであれば、アンシブルディレクトリ作って、アンシブル .config を作っておいてください,、はい。じゃあですね、ここからが、えっと、実際にアンシブルを動かすための設定に入るんですけども、まず、 はい。アンシブルの自動化の実行対象のホストをですね、インベントリーというですね、中に書いていきます。はい。これが、えっと、せのアンシブルのホストがデフォルトです。あの、個別に設定することもできるんですけども、まあ、一応、とりあえずまずデフォルトのものを使うということでですね、これを作ります。で今回はですね、 えターゲットの IP アドレス自分で調べといてください。ここをですね、ウェブサーバーという名前で呼ぶことにしてですね。はい。で、えっ、ー、と、ターゲットホストはですね、グループ化できるんで、ここではウェブサーバーっていう、えー、タグをつけています。ですね。でこれで、えー、IP アドレスを書くということですね。はい。これで一応基本的な設定ができた状態になっていますので、動作テストと ということでですね、ping、えー、モジュールというのがあります。ですね、はい、これコマンド意味としては、アンシブルをすべてのホストに対して、モジュールピングを実行すると。だからなんかピングだから特にパラメータなしで、えー、といきなり実行です、はい。そうすると、うまく動いているとこんな感じでですね、 はいえー、アンチェベルファクツというのは、いろんなパラメータ取得できるんですけども、ですねまあ、その中で、えっと、ディスカバード・アンタプリタ・パイソンでこれですね、3.9が入っているねってことが見つかったよってことを、まあ、ちょっと教えてくれていると。はい、あと、えー、前回から特別何も変わってないよってことでフォールスですね。 そして、ピンに対してポンってことで帰ってきたっていうことが表示されている。まあ、これだけなんですけども、一応アンシブルが正しく動いてるってことを確認できたということになります。はい。よろしいでしょうか。で、さっきですね、ちょっと置いといたんですけども、あの、アンシブルはコントロールノードからターゲットノードに対して SSH で接続して、いろんなことをやるということに なります逆に言うと、えー、コマンドを実行するだけって言っても、まあ、過言ではないわけですよね。はい,いうときに、当然、SSH サーバーの設定とか、あとユーザーを、えー、どうするかって考えないといけないとで。まずあのサーバーの方なんですけども、パスワードオーセンティケーション、デフォルトではイエスになっているんですけど、まあ、これはセキュリティの関係上、まあ、できればノーにしておきたいですよね。はい、あと、えー、パーミットルートログイン の設定がどっちに振られるのっていうことでこの A と B ですね、はい。今回はターゲットの方に一般ユーザーを作って、ス d o コマンドを使ってルート権限を取得するっていうです、ね、形を取りました。はいまあ、これがあの一般的なやり方だと思うんですけども、場合によってはやっぱユーザー作らないでやりたいっていうふうになる場合があると思うんですよね。 で、ルートユーザーでいきなりつないで特権取得いらないっていうやり方を、えー、したい場合もあって、これも別に間違いではないよということになります。例えばですね、さっきちょっと補足的に話し,しましたけども、えっ、ー、と、スドゥーコマンドを、えー、パスワードなしで実行できるようにしたりとか、えー、接続するときの秘密鍵のパスフレーズ入力しないで済むとかいう感じで、えっ、ー、と、自動化をスムーズに動かそうとすると、その認証系のところを えー、省いたりとか、あるいはそういうパスワードみたいなのを、えー、どうやって保管して、こう実行するときに与えるのかみたいな話にやっぱりなっていくんですよね。で、一応と、自動化のツールは大体そういう認証系の、えー、トークンとかクレデンシャルとかそういったものをあの管理できるようにしてたりするわけなんですけども、結構そこの認証系のところってですね、面倒くさかったりするんですよね、考えるのが。はい まあでも考えないとちゃんと動かないわけなので、まあ一番シンプルなのこのユーザー権限どうするっていう A、B のパターンですかね。で、それに合わせる形で各種認証情報等の管理をしていく必要があるよってことは、頭の片隅に置いといていただければと思います。はい。これでまあ基本的な動作ですね、できるようになりましたので、パーシブルのプレイブックと呼ばれるものを作っていこうと思います。 でプレイブックですね。まあ自動化のスクリプトのまとまりで、その中にですね、はい、いろいろ書いてきます。で、あの、やむる形式で書きます。で、まあ、ごくごく基本的なルールとして、えっ、ー、と、まあ、いわゆる、あの、インデントは、あの、スペースで作ってタブ使わないんですけどもですね。えっ、ー、と、これちょっと、レッドハットさんかなんかのところに書いてあったテクニックを本当にあのパクッとできただけなんですけども、ビブ使ってる人は、ドットビム RC にですね、こちらの はいえー、タブは使わなくて、スペースに換算されてですね、はいえー、とタブスト,ップストップイコール2っていうふうにしておくと、やむるファイルを書くときにすごく、えー、楽で良いよっていうですね、はい、おまじないを見つけましたから、これぜひ使っていただければと思います。さて、えー、とウェブサーバーのインストールのためにですね、えー、いろいろとやっていくわけなんですけども、ウェブサーバーのインストール、ですね設定します。はい まず、えー、最初にですね、スペースあ、スペースじゃない、えっと、ハイフン3つですね、書いて。でハイフン、ホストで Web サーバーズってことで、これはインベントに対応してます。あの見出しの部分ですね。で、ビカムっていう、えー、あってですね、これがイエスになってると、特権を取得して、この場合にはデフォルトはスルーになってます。スルーをして、えー、実行するということになります。 そしてタスクスのところが何をやっていくのかってことですね。で、ネームはこれ単なる見出しです。はい。なんて書いてもいいです。ですね。あ、これごめんなさい。やむモジュールじゃなくて DNF モジュールでした。これちょっと DNF ってここ直したんですよね。はい。DNF モジュールです。モジュールというのは、えー、この,あのモジュールが呼び出されたときにですね、その下にいろんなパラメータがあって、それらを使っていろいろな作業を自動的にやってくれる便利な えまあマクロ的なやつですね。はい。いうのがあります。で、えっ、ー、と、DNF で、ネームでこれインストールするパッケージ名ですね。で、ステートレイテストってことで、一番新しいものをインストールしなさいっていう動作をするようになります。はい。まあ、本当に、あの、プレイブック、本当これだけです。はい。で、実際にこのファイルをですね、まあ、適当なディレクトリの方に作っておいていただいたらですね、 はい。すごく地味なんですけど、a n s i b l e p l a y b o k w e b s e r v e r s y a m l っていうふうにすると実行されるよということになります。ここに本当は実行結果入れる予定だなったんですけど、完全に忘れてました。ですね。はい。あとでですね、時間が余ったら少し実行しているところをお見せしようと思います。はい、で、これでまあ、なんとなく、あの、プレイブック動くねっていうふうになったらですね、ちょっとずつですけども、 え手探りでですね、変えていくってことになります。はい。あのー、サービス設定をですね、やっぱしないといけないですよね。えー、レッドハット系の場合には、デフォルトではパッケージは入れても、えっと、デフォルト起動はオンにならないですし、勝手に動き出したりしないわけですね。はい。なので、Web サーバーを、まずプレイブックを自動、実行したときに、そのまま起動するようにしたいですと。 あと、ウェブサーバーをですね、OS を起動したときに自動的に実行するようにしたいと。つまり、こうですね、えー、あ、これちょっと、うん、上下逆でしたね。はい。あの、まあ、けどシステム CTL にネーブルとスタートですね、するということになります。はい。これをプレイブック的に書くとですね、はい。で、ちょっと注意してほしいんですけどもですね、あの、 これ上がないんで分かりづらいんですけども、タスクスに含まれるように、ちょっとページ戻りましょうか。はい。タスクスですね、こちら。タスクスの下にこんな感じでインデントされてネームって何々ってありますよね。この下に、このインデントの列のところでですね、はい。書くようにしてください。えっと、これインデント忘れてですね、ここのところ。 はい。ここがですね、インデントを忘れてしまうと、別物として捉えられてしまって、うまく実行されません。あくまでも、上の方にあるタスクスの、えー、下に入るようにですね。はい。インデント的に下に入るようにしてください。で、今度はですね、サービスというシステム D のサービス設定を行うモジュールでですね、はい、httpd を enabled.es state started ってですね、いうことでですね。はい。 まあ、イネーブルドいいですよね。はい。で、ステートは、えー、これを、あの、ステータスの状態ですね。状態をスタートッドにしてですね、えー、やってくださいということになります。はい。で、プレイブック再実行します。そのまま。そうすると、インストール自体は実行されます。DNF が。けども、すでに入っているので、まあ、さらっと終わってですね。で、そしてこちらのサービスモジュールが起動されるということになります。はい。で、次。 今度はですね、ファイアウォール d を置いてます。だから、外部からアクセスしようとしてもですね、許可されてないから入れません。SSH は実はデフォルトでオンになっているので、通れたんですよね。だから特別何もしなかったと。はい、で、えっと、2つパターンがあってですね、まずは、えー、素直にですね、このファイアウォールコマンドでパブリックゾーンにですね、えー、アドサービスで HTTP を通過できるようにして、これをパーマネントにしますよっていうですね、 や、やり方。で、えー、リロードするというやり方ですね。はい。まあ、このやり方が一つですけど。で、もう一つがですね、もうあの、ファイアウォール D なんか使わんというですね、やり方があり得ると思います。はい。で、アンシェベルで、このあたりどうやって実行するかっていうとですね、一つがファイアウォール D モジュールをですね、使うと。ただですね、これあの、動かなかった。あ、ファイアウォール D じゃない。ファイアウォールモジュールですね。すいません。 パイソン環境でですね、その下のレイヤー、あ、違う、ごめんなさい、ファイアウォール D モジュールでいいのか。下の方で Python が動いてるんですけども、えー、こいつがちょっとですね、あのファイアウォールの動かせませんと。いろいろ調べると、どうもこれ、メンテされてないっぽくってですね、入ってないんですね。だから、いろいろ調べてると、ちょっとすみません、これ、正確なところ、ちょっとどっちだったか忘れちゃったんですけど、ファイアウォールモジュールあるいはファイアウォール。 ファイアウォール D モジュールで使いますっていうのがあったとしても、えー、うまく動かないと思います。私は動かせませんでした。で、原因もちょっとよくわかんなかった。すぐには直せなさそうだった。もう一つが、えー、コマンドモジュール。でもう普通にですね、あとファイアウォールコマンドを実行するとです、ね。ちなみにこれ、コマンドはまあそのまま素直に実行するパターンですね。 で、パイプとか環境変数とか使っていろいろとやりたいときは、シェルに渡すっていうシェルモジュール使うっていう使い分けがありますよと。豆知識でした。で、えっ、ー、と、サービスモジュールですね。さっきやりました。Firewall D なんか使わないぞっていうやり方。一番安易なやつですね。で、とりあえず、まあ、とにかく動かしたいのでですね。はい。同じくですね。サービスモジュールで Firewall D を Enable を今度 No にして、State を Stop とにして。 で実行すると。そうすると、えー、パケットフィルターが解除されてですね、通せるようになったということですね。はい。というわけで、ここまでやればですね、アンシブル完全に理解した。これで自動化始められる来年からと言えると思います。で、実際ですね、馬鹿にしたところはなくて、ここまでやるとですね、読める読めるぞってやっぱなるんですよ。 なんか、アーシブルのプレイブックをこの間ポンと火曜日に渡されたんですよね。GitHub のここにあります。で、チラチラ見るとですね、何をしているのか、なんとなくわかるんです読めるんですよ。あの、例えば、今日紹介してないんですけどす、ね、変数を使うとかいろいろあるんですけども、なんとなくはわかるようになります。本当に。なので、ぜひやってみてほしいです。ですね、はい。で、実際ですね、あの、事前の仕込みとか、手でやってるわけですよ。 このあたりをどこまで自動化するのかっていうのは一つ課題なのかなと。あと、アーシブルを現実的にもう少し実践しようとすると、変数とかループとかですね、そういったものをうまく活用したりですね。あと、ベストプラクティスってあるんですよ。例えば、開発テストを本番によって微妙に変えたいみたいなのを、えー、ディレクトリごとにこう分けてですね、あとその、 パラメータ変数、テンプレートを使って何かするみたいな機能とかもちゃんとあったりするんですよ。だそういうのをどうやって活用するのかっていうところで、このベストプラクティスっていうのを使ったら良さげだなと。ただですね、やっぱこのアンシブル自体が提供しているベストプラクティス以外にも結構アンシブル使いの人たちが えー、オレオレベストプラクティスをこう提供してくれてたりもするので、まあ、自分なりのベストプラクティスを、えー、探していくっていうのも重要なところなのかなと思います。はい。というわけで、えー、私がまずですねあの、実践してみました。まあ、大体い、早ければ1時間ですねあの。どんなにかかっても半日ぐらいでこれぐらいはできますんで、ぜひこの年末年始ですね、